松田学です。松田先生研究所チャンネル年末特別企画ということで、激動の2022年をチャンネル出演者と振り返るということで、お二人目はですね、このチャンネルでも、もう大変人気という、ということで、今回も来ていただいたんですけれども、山口紀之さんですね。まあ、この1年の政治の状況とか中心にですね、まあ、これから岸田政権どうなっていくのかとか、そのあたりをいろいろお聞きしたいんですけれどもですね、はい、やっぱりこの岸田政権の推移見ていて、今年どういう政権だっていうことがはっきりしたって感じでしょうかね。もう松田先生とはね、多分その財務省とか、あるいはアメリカとか、その岸田政権の本質体質みたいなことはほぼ見方が一致していると思うんですね。ですから、必ずあらゆる局面を捉えて増税を狙ってくるでしょうということが、ちょうど一昨日昨日今日とちょうどね起きてたところでしたので、まあさすが松田先生だ。いえいえ、何をしたんですか。それからまあ私も大体当たってたなという気はしてるんですけどね。はい、私も参院選の時には自民党が勝てば岸田さんは必ず増税を言うと言ったら予言通りになったでしょうっていうことを、おととい新橋で会見で報告してたところなんですけど、はい、本当にそうですよね。はい、で彼は一体何をやりたいのかっていう、国民がね、増税っていうのはもちろんね不人気な政策ですけども、決め方もなんかおかしかったし、なんかね岸田さんって何を考えてるのかっていう感じのことを言う人が増えてるような感じが しますが、いかがでしょうか。そうですね、そもそも例えば貯蓄から投資へって言って、で今度金融投資課税っていう、はい、要するに投資っていうんだったら、それ投資は減税しなきゃおかしいですよね。そうですね。その新しい税目強化したら、これ投資減るに決まってる。で今回言われているのも今、その例えば、はい、流行病とか、はいはいはい、それからまあエネルギー高とかね、さまざまなところでその、まあ、日本経済これから立ち直っていくっていう時に、はい、増税って言ったら、だってこれ特に法人税とそれからタバコ税と所得税もやるって、ね、はい、そうです。これ要するに今ようやく肺炎からね、こう立ち直ろうとしてる病人にもう冷や水かけてるわけです。本当ですね。そこまでしてこの年末に増税っていうのは、まあ、はっきり言ってこれ動画でいう表現で適切か分かんないけど、頭おかしいわけですよ、うん、しかも日本のためにならない上に岸田さんのためにもならないんですよ、うん、だって支持率下がって困ってる、アップアップの時にそれを言う、うん、だから仮説が2つあってですね、はい、あら3つあるんです。1つはただのバカ、ただのバカであるという説、ただバカなんだったら黙ってればいいんですよね今、うん、あえて言うとすると、残りの2つは、はい、これは、総理大臣の上に財務省がいるんですと財務省の振り付け通りに喋ってるんですという見方が一つ、はい、でもう一つは、はい、ある種の国民に不人気なことをでも、はい、あえて言うそのエクスタシーみたいな、ね、あ、そういう総理って今までも稀にいたじゃないですか。そのみんなが逃げる増税に果敢に挑戦した僕みたいなね、うん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 、そういうある種のエクスタシーみたいのを、この間の12月8日の発言とかね、はい、総理の記者会見で言ってみた、はい、彼の表情を見た時にそういうちょっと盗作したファンタジーみたいのが脳にある可能性もちょっとあるなと、まあ、いずれにしても、まあ、総理大臣としては失格ですね。自分のエクスタシーで日本経済潰して困るんですよそれでちょっと質問がありまして、はいはい、山口さんに質問ですと、安倍元総理の暗殺事件現状の進展状況どうなっているんでしょうか。一部 YouTuber が独自取材で警察の妨害を受けたなんて僕も知ってます。これ、まあ、ちょっといきなり違う話になってしまいますけど私はですね、もう7月8日の事件当日以降、はい、まあ、警察の発表を知るにつけね、はい、もう数々の不審点、不審点というのかな、論理的に説明できていないんです、うんうん、例えばどの弾がどこから撃たれて、それが要するに安倍さんを殺めた弾はどれなんですか、うん、誰が撃ったんですか、はい、それから、映像と音声出てますね、はい、それを解析した結果、うん、
山上徹也なる容疑者はトリガーを2回引いたはずですね、はいはいはい、バーンと 2.7 秒後にバーン、はい、これ両方空砲だったっていう物理学者が1人や2人じゃないんです、はい、ああそうですか。一発目はもう空砲であることがほぼ間違いないんですね、うんうんうん、警察もそう言ってるわけですね、うん、音声も映像も山上の挙動も一発と二発目全く同じなんですよ、うん、片っぽが弾が出てなくて片っぽは弾出てたら、うんうん、それはまず作用と反作用ありますよね、はいはい、ものがものすごいスピードで 6個の質量のあるものが出ていけば、うん、反作用でこう、うんうんうん、一発目と違う力が山上に加わってるはずなんですよ。なるほど、はいはいはい、それから出る音声も6個の弾のカプセルが中を移動するときにこれはものすごい音ですから、うん、亜音速だとしても相当な一発目と違う音声になってるはずですね、うんうんうん、映像も音声もあらゆる意味で一発目も二発目も空発だった可能性は私は高いと思ってます。なるほど、うん、ということは安倍さんを殺めた、少なくとも安倍さんがあそこから崩れ落ちた、その弾を撃った人間は山上徹也ではない、別にいるという、という可能性が僕は少なくともそれをちゃんと検証してくれないと、うん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 、俺は山上徹也の弾から本当に6発の弾がねまっすぐ飛ぶ仕組みになってますかと、うん、普通ライフル銃っていうのは1発ずつ長い銃身があってそこに溝が切ってあって回転させることでまっすぐ飛ぶ、はい、彼の銃そういう仕組みになってませんね、うん、だから銃口が出たらもっと放射状に散っていくはずなんですよ、うん、そしたら安倍さんの隣にいた SP とか佐藤圭さんという候補者とか当たってなきゃおかしいんですよ。なるほど、うん、まあ、いろんなことで物理的につじつまが合わない以上、うんうんうん、私はもう7月8日あの日から、うんうんうん、その客観的に、はい、冷静に、はい、まあ、何が起きたんだろうっていうことは公開情報の中で辻褄の合う仮説を作って、まあ、少なくとも警察のに納得できる最終報告書出してくださいという気持ちでね、うん、いろんなところで発表しているんですが、うん、ただ YouTube やっとバンされたり、あ、なかなかね、まあ、こちら質問ありましたけど、うん、私と同じ気持ちを持って追求してくださってる学者、はい、医者、はい、それから一般の方もなんか不透明な形でね、特に YouTube ですけれども、うん、自分の思いの丈調査結果を公表すると、うん、それがアカウントが停止されてしまう。ああそうですか。だからまあ、はあ、変だなと思ってるところなんですよね、うん、ただまあこれはもうやめられないので私は、うん、おかしいと思ったら納得いくまでやるのは私の職業なのでね、これはいかなる妨害があろうと私は続ける決意ですけどね、うん、はい、そういう状況ですね、はい、でも振り返ってみますとその後急に統一教会の問題があってですね、この国会、うん、臨時国会も統一教会から始まって統一教会で終わったみたいな感じで、はい、最後は新法って形になってですね、うん、でまあもちろん霊感商法とこれは良くないんですけれども、うん、規制しなきゃいけないのも、まあ、その通りなんですが、うん、でもあれって十分な議論行われたのかなっていう、何かこう世間の反応にパッと条件反射的に反応してなんか詰めの甘い方向になったような感じがします、はいはい、どういう意味か。そもそもあれは例えば安倍さんが統一教会の信者でもない、はい、山上は信者でもない、はい、統一教会問題の全ての入り口は山上徹也が統一教会に恨みがあったという供述をしていたと奈良県警が発表した、はい、この一点だけをもって全ての統一教会問題がスタートしてるんですね。でその結果安倍さんに近しかった安倍派、うん、清和会の政治家が次々と血祭りに挙げられて、はいはい、結果として白昼人を殺した殺人犯のザレ事かもしれない、うん、それが立法と法律になってしまった。そうです、はい、これね、日本の国会っていうのはテロを容認する国会だってことなんですよ、うんうん、なるほど。統一教会に問題があるなら前からやってなきゃおかしいじゃないですか、うん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 、殺人犯人ですよ今のところ、うん、そういう安倍さんを殺めようとしたと供述してる男が誰々とかこの組織に恨みがあったと言ったことで法律を作っちゃう、そしたらじゃあ俺もこの法律を作らせたいからこいつを殺そうという、なるほど、そういう発想が許されるってことになりますよ。そうですね、うん、僕この段階でね、
日本の国会っていうのはもう狂ってる、うんうんうん、テロリストは名前すら与えちゃいけないっていうのが欧米のスタンダードなんですよ、うんうんうん、どんな状況であろうとテロは絶対的に脳を突きつけるというのが先進国の今の共通の認識ですよ。そうですね、うん、この国はどうしちゃったんだと、うん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 、これ野党もいけないけど、うん、それを受けた岸田さんが悪いんですこれ。うん、なるほど。でもその議論って全然ないですね。僕ねずっと言ってるんですけど、そうですか、あんまり他の方言ってくれなくてね、要するにまず本当に山上が言ってるかすらわからない、うんうんうん、っていうのは山上が統一教会に恨みがあると言ったという発表を奈良県警がしたことで、はい、奈良県警は警備の不備とか、はい、捜査の不審点とかについて、はい、ほとんど奈良県警批判を封じ込めることに成功しちゃってるんですね、うんうん、統一教会という名前を出したことで。なるほどね、はい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 、それに政権を批判したい保守系の政治家を批判したい野党が飛び乗って、うん、なるほど、真相究明、うん、これどっか行っちゃったんですよ、うん、奈良県警はすごく得したんですよ。そうです、ね、統一教会問題で。確かにそうですね、言われてみれば、うん、あ でも結局それで大きな動きをしちゃったと国会はですね、はい、でそれであの今回もあの私もね、あの日本の政治政界とか言論界がここまで本質を見事に外すことを平気でやって空回りしてるっていう、うん、これはちょっとね、なんかそっちの方に私危機感感じましたね。あの、ちょっと考えれば分かることが、このある種なんと赤信号をみんなで渡っちゃう国会っていうんですか。そうですね、だからこそね、そのまあ松田先生はね、その松田先生研究所の所長であると同時にまあ参政党の党首でいらっしゃいますよね。私はもう自民党とか今の野党という枠組みでは、この狂った暴走してる異常な国会ってまた同じことを繰り返すと思うからね、ぜひその新しい政治勢力がね、うんうんうん、もっと常識とか、はいはい、日本古来の考え方、うんうんうん、ちゃんとした、まあ、まともな国会に戻すところで力を発揮していただきたいと強く思いますね。あともう一つはやっぱり世論が簡単にこうね、操作されてしまう国だっていうことが前々から感じてましたけど、はい、今年は見事にそれを露呈したって感じします、ね、そうですね。それで今そのツイッターがね、あのイーロン・マスクという世界一の金持ちがツイッターを何兆円かで買収したことで、はい、アメリカでもそういう言論弾圧、うん、言論に捏造歪曲が激しく行われたってことが今どんどん明らかになってる、暴露されてます。ところがこのネタって世界史に残る、世界の民主主義に深く関わりのある大ニュースなのに、テレビとか新聞全然ね、ほとんどやりませんよね、全然やりませんね、はい、本当におっしゃる通りですね。ということは日本の国会も暴走して、メディア もうそれに、まあ、ガソリンを火にガソリンを撒いてますけど、実態としてはその世界がもう日本だけじゃなくて世界がおかしくなっていて、うん、日本もそういう大きな、なんていうかな、うん、歪曲捏造の一断面を見させられているという俯瞰した見方もできますよね。そうですね、うん、あの質問の中にですね、今懸念されているプロパガンダで一番気になるものがあれば教えていただきたいですというのがありますけどね、これ一つのプロパガンダというよりは、うん、特定の勢力が自分に気に入らない言論は全部、はい、圧縮する、うん、それで自分が応援する勢力が有利になることはどんどん水増しするということは、これは日米、はい、あるいはまあヨーロッパでも起きてるんですけれども、うんうんうん、だからプロパガンダというよりはそういう世界の民主主義と政治とメディアの体制がそもそも極めていびつなものであるということ、だから一個一個の断面を取っていけば統一教会もそう、それから大統領選挙もそう、流行り病もそう、要するにもう正しい情報にたどり着くのが極めて難しい時代になってるってことなんですよね。その典型的なものとしてもう一つあるとすればウクライナの問題がありますね、はいはい、これもなんか全然実態と違うものを我々見せられているというのが、はい、いろんなところであの感じさせられるんですが、これはどうでしょうか。これもずっとね、松田先生とこのチャンネルに呼んでいただくたびに、例えばアゾフ大隊、アゾフ連隊っていうものについてそもそも言及するメディアがほとんどなくて、ないですね、うん、松田先生とか私はね、はい、それはもういろいろ自分なりに調べて、はい、ウクライナという国は、まあ、世界ではある意味で言うと最も腐敗した国であって、はいはい、そこを
目をつけて、さまざまな勢力が戦争の始まるはるか前から、はい、かなりの、ま、介入、うん、侵略、うん、インベージョンしてきたわけですよね。だから国家としての手を成してますかというぐらい腐敗していたところに戦争が起きてるけれども、まるであたかもゼレンスキー大統領とかウクライナという一個の国で真っ当な軍隊があって、真っ当に正義のために戦ってるかのような報道が延々と繰り返されましたね。うん、そうでしたね、はいはいはい、でそれは今イーロン・マスクが戦っている相手とかなり被ってくるんだと思うんですよね。そうですね。そうすると、ロシアは絶対悪ですと、ウクライナは絶対善であると、うん、そういうことを例えば NHK は、うん、マリウポリのね病院、はい、これはもう仕込みのまあクライシスアクターと言っていいでしょうね、うん、砲撃があると分かっててなんでそこで誤算するんですか、はい、おかしいじゃないですか、はい、自業自得じゃないですか、うん、でそこになんでカメラが待ち受けてるんですか、うんうんうん、という意味で言うとね、セットされたプロパガンダをそのまま NHK は流したんですね、うん、しかもその編集の仕方が、うん、まあ、タビストック人間関係研究所というそういう、マス大衆を誘導することを研究してる研究所のテレビ編集のメソッドをそのままなぞったものなんです。だから私たちはもう目を歪められてね、どの合わない眼鏡を かけられさせられて世界情勢を見させられているということについては、あのもう早く気がつかないとね。そういうことですね、はい、でこの今年っていうのはそういった意味でいろんな意味で危機が深まり、はい、危機が自覚できるレベルに来たという感じがいろんな面でですね、はい、しますね。だからその松田先生とかね、神谷さんとかがそれを正面に出して賛成を戦われて、もう100万超す方が支持をしたということは、もうこのまんまそのいわゆる歪曲捏造のままみんなが騙され続けるわけじゃないという、まあ一筋の光明が指した年でもあってね、それはそれまでの今までの気がつかなかったことが、まあ2020年のまあ大統領選ぐらいを機にね、じゃあ中国とアメリカってじゃあどういう関係なんだろうとか、ウクライナって何なんだろう、ユーゴスってなんだ、東欧革命って何だったんだみたいなことをみんなが気がつき始めた、はい、でもそれは政治家とあるいはメディアとジャーナリストが勇気を持ってね、陰謀論って言われても真実を訴え続けるというその努力を続けてきたから少し芽が出てきたってことですね。この芽を来年は大事に育てなきゃいけないんですが、最後にちょっと気になるのが政局なんですけども、はいはい、冒頭にちょっと岸田さん政権の、うん、分析をしていただいたんですが、岸田さん大丈夫なのかと、政治的にですね、はい、その辺はどんなふうにご覧になってますか。まず岸田さんはもう、ね、例えば時事通信とかね、比較的永田町でみんなが見る世論調査、はい、内閣支持率でも3割を切ろうかと、うん、まあ、切ってる数値もよく出てますね。出てますね。だから普通はこのタイミングで、だって増税って言わない方がいいに決まってるわけですね。そうですね。でこれ言ったのは、まあ、さっき言ったようにエクスタシーなのか、財務省にノーと言えないのか、まあ、両方だと思いますけども、だとすると財務省の言うなりに岸田さんが言わされたんだとしたら、財務省も岸田さんはもう倒れていいと思ったってことですよ。どうしても言えって言ったんだから。ということは僕はもう政局始まってると思いますね。岸田降ろしはもう始まっている。でその背後にいる財務省はもう岸田取っ替えからと、次茂木でいいかと、茂木の方がしっかり増税してくれるかもと思ってるかもしれないですね。なるほどね。で、ということは今日決まったことは、はい、今日っていうか、まあ、昨日今日で決まったことは、まあ泣く子も黙る党税庁が、はい、防衛力のための増税はしますってことを決めたんですね、はいはいはい、でこれを法人税所得税タバコ税でやりますってことも決めたわけです、はいはい、しかもそれを2024年度以降やりますって決めたんです、はいはいはい、2024年度ってことは来年末ですよ、はいはい、うん、ということは岸田政権を来年中に倒さないと増税が来るという時限爆弾を岸田さん自ら背負ったわけです、うん、なるほど、うん、これで持たないですよ。なるほど、うん、これも岸田卸し、岸田卸しになっていくと、うんうん、でただよく言われてるのが、岸田さんの後は出馬太郎さんに、いやいや河野太郎さんになるだろうと、はい、で河野太郎さんにさせた日本がもう大変なことになると、だからもう岸田さんをね存続させようというね、うん、話がちょっとね随分
一部保守系からあるんですけどもね、まあ、ごく一部ですけどね、ごく一部ですね、はい、ただまずね、今の総理よりもひどい人が総理になるから今の総理を支持しようという政治評論、僕は今の聞いたことないです、そんなの私もびっくりしました、意味がわからないですよ、ね、うんうん、そしたらだってその相対的にマシな総理を批判できなくなっちゃう、うん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 、政治ジャーナリズムは黙ってるってことになっちゃうんですよ。ああ、そうですね。増税って言ったら、はい、わかりました。ああ、そんなの評論じゃないじゃないですか。なるほどね。はい。政権のまずいとかまずいっていうのが政治ジャーナリズム、うん、政治評論ですね。はいはい、次河野太郎になるから岸田さんを支えていこう、建設的関与をしようとし、はい、そういうことを言ってる人は、政権から金もらってるか、なんか毒まんじゅう食らったかで、まともな評論ができない人です。なるほど、なるほど。申し訳ないけど、でこの岸田さんを支えている重要人物としてよく言われているのは、私の財務省の後輩でもある木原誠二、はい、今ちょっと質問が出まして、山口さんの評価は、はい、ということなんですか。まず、岸田さんは相当程度木原さんに頼ってますよね、うん、それいろいろな判断、人事、うん、それからマスコミ対応、うん、で木原さんは、うん、岸田政権を守り育てるのが官房副長官としての役割だから、はいはい、僕は非常に優秀だと思いますね、うん、バカな評論家騙されちゃうんだから木原さんに、うん、ただ木原さん本人はそんな論理が成り立たないってことで実は一番よく分かってると思うんですよ、うんうん、そもそも今岸田さん倒れて河野太郎になるはずないじゃないですか、うん、総裁選で今やったって40票ぐらいしか取れないですよ、なるほど、うんうん、ありえないんですよ、なるほど、だからそもそも政治分かってない人が、うん、岸田さんを倒したら次は河野太郎になっちゃならないって、うんうん、次はもう茂木さんで9割決まってますよ、うんうん、あるいはね今回は増税はけしからんっていうマグマが生まれたら、もっと今反岸田を強く出してる人がそこと菅さんがくっついたら、うん、そっちがトータルで勝つ可能性あります、うん、それはその人たちが一枚岩になるということは大前提ですけどね、うん、萩田さんとか高市さんとかそういう人が反、うん、要するに安倍さんのアベノミクス、積極財政、うん、かプライマリーバランスとかそういう国債を出さないとかそういうのを捨てて、日本は日本のためにちゃんとお札すろうよという人が一枚岩になって、そこに菅さんが組んだら茂木さんといい勝負、うん、だけどそこに河野太郎がなるシナリオはないんですよ。なるほど。だからそもそも岸田さんを攻撃したら河野太郎になっちゃうという、じゃあ誰がそれ決めたんだよ、なるほど、そういういい加減なことやめろっていうの、なるほど、もうちょっとイライラしてすいません、あの飲んでないんですけどね、ただ誰かがなんかそれをね言わしたいような感じがしますね。だからあんまり有権者とか国民をバカにした議論もやめてくださいと、うん、まあこの番組を見てくださる方はね、もうもっと深く見ていらっしゃると思いますけど、うん、岸田さんはアメリカと中国と財務省と大手メディア、この4社に従属する、まあ、総理というよりは中間管理職ですから、なるほど、もっと日本のためにね、うん、暴力増強でトマホークを買ってきますというお買い物じゃない抜本的な防衛力強化を打ち出せる人が総理にならなきゃダメですね、はい、そうですね、うん、それでまあ来年の解散総選挙のシナリオっていうのはやっぱり描かれるんですかね、はい、これはだから今パターンが2つあって、はい、いわゆる自爆型、自爆型あの解散総選挙、もう八方塞がりになって、やるぞってこう脅したまま本当にやっちゃうというパターンはあり得ると思いますね、それからあとはこのまま岸田さんが解散総選挙打つのはそのパターンしかもうもはやないと思います、うん、増税でも時間切れちゃったから、うん、今日、うんうん、今まではもうちょっと中トロなところで、うん、例えば予算成立の春ぐらいに解散総選挙した方がいいと、例えば麻生さんとかはね、岸田さんに進言してたと思うけど、うん、その先、予算通った後も岸田政権は続投するとなったら、うん、今度は野党が岸田政権このままいったら増税するんですよ皆さん、うんうんうん、ってなりますよね、うん、なるほど、だから国政選挙がなくても、その自民党内が持たないと思うんですね、うん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 、だからそういう意味では積極的、ポジティブな解散総選挙というのはもうないと思いますよ僕は、うん、追い込まれ解散以外はないと思いますよ、うんうん、なるほど、わかりました、あの大変いろんなことがわかりました、いえいえとんでもないです、今年もお世話になりましたが来年もぜひよろしくお願いいたします、あの本当期待してますね、ありがとうございます、どうもありがとうございました、ありがとうございます。